51集啦，终于。ウィニングポスト9 2020出动咗去最重要嘅2012年啊。呢一年最出名嘅多隻名區啦，咁啊真係經典到經典啦。其實呢季你最大嘅勁敵都冇話，啱啱有一隻高數力嘅仔又係啱啱咩啊？啱啱懟咗上嚟，你 Mr. Prospector 都已經爆曬棚，呢就退。成成百人嘅女，我要跑到啲咩咧？好啦，另外一隻又是咦窒息的仔啊，另一隻啦，麥坤又是麥坤的雪仔的，加 SP 都加不掉這隻，又是龙马主的女兒，雲絲你一定買了，雲絲才一定買了，
你唔会唔买啦。跟住就第二只，人人为我啊，一只啊，Start with us 啊。Office store 得嗰四隻馬，今年邊只馬我先入頭籌啦？中山金杯賽事，一隻只只只入頭籌。先頭，残り200メートルを通過して、ラリースプレー、先頭だ。一気に第三方、第四方應該贏啦。大激戦のゴール前、これは写真判定です。第四方成功贏取中山金杯賽事。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。大体どうですか？手法保護出自。我的目標都是應該在歐洲的賽事上好出賽。4コーナーをカーブして、さあこれからです。名神 G ライン先頭、後続はどうか。アドマイヤセプター、いい足だ。ここから勝負をかけます。残り 200m を通過して、サンディゴシティ粘り込みを図ります。アドマイヤセプター食らいつく。サンディゴシティわずかに、サンディゴシティ体勢有利。一定的啦，雲絲仙子成億幾，我最想買到兩隻，其實我真的想買。
马美丽大师我唔知道。留翻嚟买，留翻嚟再买啦。size。我话先先只系摆凡人嘅啫嘛。必须要多排，哇！一嘢捅爆咗佢，唔使咩啦。呢只仲有口熟人嘅酸添。
いよいよ直線の攻防。中山ナイト先頭、2馬身から3馬身引き離す。東海道必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して一気にガノンバラード、ガノンバラード、かわす。ガノンバラード、ガノンバラード、1着、2着にはどうやらベルシャザール、勝ったのはガノンバラード。オーケンブルースリー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。ブランケル抜けた。チャンペペガサス、かわす。チャンペペガサス、チャンペペガサス、1着、2着にはどうやらブランケル、勝ったのはチャンペペガサス。見事な勝利です。三四五，Thank you.
直線に入って、後続は届くかどうか。草一セブン先頭、差を広げにかかります。クラーベセクレタ懸命に追いすがります。ランフォルセ迫る、ランフォルセ差し切った、ランフォルセ、ランフォルセ1着、2着にはどうやらキングスエンブレム、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはランフォルセ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ナイキマドリード先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。楽な手応えでダーリーパーティー先頭に並びかける。残り 200m、 先頭は依然としてナイキマドリード、ダーリーパーティー抜けた。2番手はナイキマドリード、ダーリーパーティー、ダーリーパーティー1着、2着にはどうやらナイキマドリード、見事に勝ちました。ダーリーパーティー。
賽事即刻播出，依家佢嚟咯。今日全部去啦，打唔打？或者海洋公園到依家都拍緊嘅場。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ダーリンウィスプ先頭、2馬身から3馬身のリード。スピルバーグ足色は十分、前に迫れるか。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。スピルバーグ頑張れるか。ダーリンウィスプ先頭、2番手はスピルバーグ。ダーリンウィスプ、ダーリンウィスプ1着、2着にはどうやらスピルバーグ、見事に勝ちました。ダーリンウィスプ第九杯嘅後台終於贏翻一場重賞啦！出自入平線啊，好親人。佢個阿媽又入平線嘅後台。王流重賞ハンThank you.
佢基本上有啲三千幾嘅馬可以跑到上去嘅。四コーナーカーブから直線コースに向きました。ビッグウィーク先頭、二馬身から三馬身のリード、内で食い下がるローズキングダム。ビッグウィークいっぱいになった。残り200メートルを通過してダーリーゲージ先頭だ。内から一気に差を詰める。コスモヘレノス、コスモヘレノス、かわすコスモヘレノス、コスモヘレノス。1着、2着にはどうやらダーリーゲージ、勝ったのはコスモヘレノス。哇，咁样爆发都唔知咩事啦！我出跑道睇马先，休息一阵间。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。1枠1番、この最内枠からスムーズに好位置を確保したいところ、ローマンレジェンド。この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。ナイキマドリード、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。スタッドジェルラン、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。好走を期待したいところです。ブルーラッド、前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。ピーラニハイウェイ、この馬の差し足の鋭さはまさに一級。鞍上はダートでの騎乗に定評あり、ここはあまり人気はありません。また一頭影の前走では惜しくも2番人気はこの馬です。 G1 の大舞台、ファンは G1 の大舞台、また一頭前走の入ったこの馬もこっさあ。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠の東海ビート、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ワンダーアキュート、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがワンダーアキュート、これに続いてダーリーパーティー、ナイキマドリード、そのうちに続いています。その後ろにローマンレジェンド、その外からフリオーソ、その後ろからはブルーラッド、並んで五号デジタルガバメント、緑の帽子ダーリーガラ、いい位置につけました。その隣に東海ビート、すぐ後ろにダーリーエクセル、内からはスタッドジェルラン、黄色の帽子ダーリーアンゼリーカ、その後ろダンフォルセ、それに続いています。並んで5番ビーラニハイウェイ、その外にフリールファッション、しんがりからマイネルアワグラス、後継機を通過していきます。この辺りで先頭が変わりました。ダーリーパーティー、ナイキマドリード、ほとんど差がありません。間を挟んでワンダーアキュート、3番手ダーリーパーティー先頭、1馬身から2馬身のリード、ワンダーアキュート足色は十分、前に迫れるかダーリーガラ、まだ後ろ懸命に前を追っています。残り 200m、 ダーリーガラ抜けた。2番手はワンダーアキュート、ダーリーガラ、ダーリーガラ1着、2着にはどうやらダーリーエクセル、ダーリーガラ1番人気に応える見事な G1 勝利です。但熱門嘅只不過係四コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭、後続はどうか、先頭変わってキャラメルアート、後続馬も足を伸ばしてきました。ディアマンテ先頭、残り 200m、 ディアマンテこのまま振り切れるか。2番手はキャラメルアート、ディアマンテ先頭だ。ディアマンテ、ディアマンテ1着、2着にはどうやらキャラメルアート、勝ったのはディアマンテ。
したのはディアマンテ。我杜拜世界杯将会期待邀请名单。有全赛马之一的名球，大地加拿咧就开始啦。高手就高手啦，最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タンゴルボーム抜けた。2番手はアルテッドフェリア。タンゴルボーム、タンゴルボーム1着、2着にはどうやらアルテッドフェリア。勝ったのはタンゴルボーム、見事な勝利です。
カーブして、さあこれからです。ダーリーグロース先頭、リードは1馬身から2馬身、ミルシーナ懸命に追いすがります。やはりダーリーグロース先頭だ。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。ミルシーナ食らいつく。ダーリーグロース先頭だ。ダーリーグロース、ダーリーグロース1着、2着にはどうやらミルシーナ、ダーリーグロース見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。さあいよいよ直線の攻防、ジャスタウェイ先頭、残り 200m、 先頭はジャスタウェイ。ダーリーウィスプ必死に追う、必死に追うジャスタウェイ。2番手はダーリーウィスプ、ジャスタウェイ、ジャスタウェイ1着、2着はダーリーウィスプ、ジャスタウェイ、見事な勝利です。前はオタンガキャメル、2番手はダーリーエビ、これは絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。オタンガキャメル先頭、後続も横いっぱいに広がっている。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。オテスサワード抜けた。エバーギフト食らいつく。オテスサワード、オテスサワード1着、2着にはどうやらエバーギフト、勝ったのはオテスサワード、見事な勝利です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダーリーアコリで先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。オルガンサチャイルド、足色は十分。前に迫れるか。残り 200m。 さあ先頭は今度はシャマリウス、テンプルクリムゾン、テンプルクリムゾン、カワス、テンプルクリムゾン、テンプルクリムゾン。1着、2着にはどうやらシルバリーワルツ。勝ったのはテンプルクリムゾン、見事な勝利です。前は JJ ガジェットクレン、2番手はバラエティクラブ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはヘイリスト、差を広げにかかります。あと 200m、 一気に後続がやってきた。2番手はバラエティクラブ、ヘイリスト先頭だ。ヘイリスト、ヘイリスト1着、2着にはどうやらバラエティクラブ。勝ったのはヘイリスト、見事な勝利です。出世咪得咯。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダービーサバナ先頭、リードは1馬身から2馬身、トライエスケープ。2番手、手応えはどうか。やはりダービーサバナ先頭だ。残り 200m を通過して、ダービーサバナアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はカラリンクヤップ、ダービーサバナ、ダービーサバナ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダービーサバナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
天狗對原始精靈，最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。チャンプペガサス先頭、残り 200m、 後続を引き離すチャンプペガサス。足色は衰えません。2番手はダービーアンサー、チャンプペガサス1着、チャンプペガサス1着、2着はダービーアンサー、勝ったのはチャンプペガサス。見事な勝利です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ゲームオンデュード先頭、2馬身から3馬身引き離す。あと 200m、 後続はまだ後ろ。後続を引き離しにかかります。2番手はフランケル。ゲームオンデュード先頭だ。ゲームオンデュード1着、ゲームオンデュード1着、2着はフランケル。勝ったのはゲームオンデュード。見事な勝利です。到呢度啦。